世界最古のサッカートーナメント FA カップ、今シーズンも数々の激闘が繰り広げられ、クリスタルパレス、マンチェスターユナイテッド、エバートン、トットナムの4チームが準決勝に駒を進めました。ウェンブレーでの決勝戦進出をかけた2試合をダイジェストでご覧いただきましょう。まず5年ぶり2回目の決勝進出を目指すクリスタルパレスとディフェンディングチャンピオンマンチェスターユナイテッドの対戦、第1戦を2対2で引き分けての再試合です。いち早く試合の主導権を握ったのはマンチェスターユナイテッド。18分バットのシュートがディフェンダーに弾かれたところ、ウェールズ代表ライアン・ギグスがミドルシュート、しかしわずかにゴールマウスを外れます。30分、マンチェスターユナイテッドのコーナーキック、蹴るのはシャープ。これをゴール前中央に飛び込んだキャプテンブルースがヘッドで合わせて先制、1対0とします。さらに41分、左サイドからのフリーキックをパリスターがシュート。マンチェスターユナイテッドがいずれもセットプレーからブルース・パリスターのセンターバックコンビの得点で2対0とします。後半に入っても試合の流れは変わりません。クリスタルパレスゴールに容赦なくシュートを打ち込むマンチェスターユナイテッド攻撃陣。なんとか一矢報いたいクリスタルパレスは69分、サウスゲートがシュートを放ちますが、惜しくもゴール左に外れ得点できません。その後何度かあったチャンスは生かせなかったものの、マンチェスターユナイテッドが2対0でクリスタルパレスを破り、ウェンブレー行きを決めました。続いてマンチェスターユナイテッドと並ぶ最多優勝回数8回を誇るトットナムとエバートンの一戦をご覧ください。12分、エバートンのミッドフィールダーリンパルがドリブルからロングシュートを放ち、攻撃の口火を切ります。33分、右サイドのコーナーキックをニアに入っていたジャクソンがヘッドで合わせ、エバートンが先制します。サイドを変えた55分、ダイドアウトのシュート、トットナムのキーパーウォーカーが弾いたところを詰めていたスチュワートが押し込み、エバートンがリードを広げます。これに対しトットナムも63分、ドイツ代表のクリンスマンのペナルティーキックで1点を返し2対1。1点差に詰め寄られたエバートンは82分、スチュワートのセンタリングを待ち受けたナイジェリア代表アボカチがゴール、再び2点差とします。
さらに終了間際、左サイドからのセンタリングを完全にフリーのアモカチが右足でシュート。4対1という大差でエバートンがトットナムを破り、6年ぶりの決勝戦進出を果たしました。連覇とともに最多優勝記録の更新を狙うマンチェスターユナイテッドと、11年ぶり5回目の優勝を目指すエバートンの顔合わせとなった今シーズンの FA カップ決勝戦、イングランドサッカー界で最も価値ある勝利をかけて、聖地ウェンブレーでの戦いが間もなく始まります。114回目の FA カップの決勝戦、歴史の長さとその格の高さは世界のサッカーに憧れる人たちがみんな認めている大会です。エバートンとマンチェスターユナイテッドの対戦、解説は松木安太郎さん、実況山本でお伝えしていきます。松木さん、チャールズ皇太子にケント校が見えて、はい、そして出場できないカントナやコールもこういうふうに清掃してくる。そうですね、素晴らしい決勝ですよね。このウェンブレーのスタジアムの気高さっていうんですか、これ松木さん自身も相当憧れ持ってるスタジアムでしょ。そうですね、このスタジアムはもう本当に僕の小さい頃から憧れのスタジアムですからね、特にあの普通の試合をさせないというね。そうですね。そして試合前の両チームが向かい合ったままでゴッドセーブザクイーンです。おなじみの顔があちこちに見られます。まずエバートンのメンバーからです。ゴールキーパーがサウスオール、そして右にジャクソン、ヒンチクリフは左の中盤の選手です。ワトソンキャプテン、そしてアブレット左のサイドバック、スチュワートが前にいます。ホーン、ライドアウトがワントップ気味、そしてリンパール、スウェーデン代表です。パーキンソン、アンズワースというメンバー、控えにダンカン・ファーガソン、アモカチが入っています。さあ、このエバートンの布陣、特徴はどこでしょうか。そうですね、やはり前線に絡むリンパル、そしてスチュアート、はい、ライドアウト、この3人 の、 その本当に運動量の豊富な、速攻型といいますか、その辺が見どころだと思いますね。この両チームは過去85年の FA カップの決勝戦で対戦していますが、この時1対0でマンチェスターユナイテッドが帰っています。そのマンチェスターユナイテッドのメンバーですが、改めて見てみましょう。シュマイケル、アーヴィンが左、ブルース、そして一つ飛んで6番のパリスターがセンターバックです。シャープ、そしてインスがディフェンシブ、マクレア、ヒューズ、キーン、バット、ネビル、ネビルは右のサイドバック、そしてギグスとスコールズ、ウォルシュと入っています。マンチェスターの布陣を見てみますと、はい、シャープが左、ギグスが本来入っているところの、もともとシャープこのプレイヤーだったんですが、はい、やはりなんといってもマーク・ヒューズ、彼のこの壁といいますか、ポスト役で、展開していく攻撃ですね。はい、今日のレフェリーはジェラルド・アシュビーさん。両チームの今シーズンのプレミアでの対戦は1勝1敗です。キーンが今日は右サイドですが、準決勝で
退場処分を受けましたが、リーグ戦で退場出場停止処分の試合を消化しています。さあ前半です。素晴らしい応援ですよね。しかも鳴り物なしの声だけです、インスです。キーンが入る。このマンチェスターユナイテッドの攻撃というのはディフェンシブではありますが、キーンが非常あの、インスが非常に重要な役をですね。そうですね、やはり中盤、はい、細かいパスあり、ロングパスありということで多彩な攻撃ですよね。そして好調なのは左のサイドバックのアーウィン、はい、このアーウィンの攻め上がりも非常なオーバーラップ迫力ありますよ ね。奪ってキーンです。前にヒューズ、いいですね。そしてバット、いきなり見せてくれました。そうですね、このマーク・ヒューズの今のダイレクトパスへの外へのパスですね、これが素晴らしかったですよね。若いニッキーバットから最後はシャープです。はい、20歳のニッキーバットですが、これまたファーガソン監督期待の選手、20歳には見えないようなプレーですね。見えませんもんね、はい、やはりこの中盤での攻防でしょうね。ここのこぼれ球を取れるチームがやはりチャンスを多く作れるということでしょうね。スチュワートがワントップの少し後ろ、ライドアウトの少し後ろにいますが、この人の運動量もなかなかのものです。さあスチュワードから、リンパルです。そうですね、いい選手ですね。リンパルもやはり今スチュワートからリンパルということで、このパスですね、シュートまで行きましたけども、この2人が絡んだ時の怖さっていうのはありますよね。最初のコーナーキック、キッカーはヒンチクリフです。いいボールですね。シュマイケル、このシュマイケルっていうゴールキーパーもかなり高さに強いゴールキーパーですから迫力がありますよ。松木さんもかつてはゴールキーパーでちょうどこんなキーパー目指したんでしょちょっと背が足んなかったです。そうですかさあショートコーナーできました。ここを大事にしたいですけどもね、マンチェスターは放り込んでライドアウトを使う、そんな狙いでした。6番の左のサイドバックアブレットが映っています。そして赤い10番がヒューズ。格で言いますとマンチェスターユナイテッドの方が優勝回数が多い。そうですね、しかしこのトーナメントっていうのはですね、はい、何が起こるかわからないっていうところが中にありますでしょう。そうですね、たとえその下位のチームでもですね、このトーナメントにかける意気込みっていうのはまた違いますから、はい、その辺が面白いですよね。特に松木さんは、はい、日本でいうと天皇杯などの決勝戦も戦われましたが、はい、こういう決勝戦の中で選手に何か言う方針っていうのはあるんですか。そうですね、やはりもう今まで戦ってきてここの決勝まで来たわけですから、そこまでのその苦労といいますかね、精一杯戦ってきたものの集大成として、このゲームで全てを出そうよと、はい、そういったところだけだと思います。うん、もうモチベーションはもうこのグラウンドと観客を見ればもう十分ですからね、はいはい、それから監督にとっての大切な仕事、つまり勝つというですね、はい、最終目的のために選手の交代っていうのは出てきますよね。そうですね、この交代がやはりタイミング全てゲームを左右すると思いますね。パリスタ、そしてブルースという2人のセンターバック、はい、このアーウィンがどこまで上がってくるかですが、そうですね、リンパル、やはりアーウィンも、このゲームに関してはこのリンパルがかなり攻撃的な選手ですから、はい、特に右サイドといいますか左サイドですね、そちらからの攻撃が多いですから、それほど上がれないんじゃないかなと思います。なるほど、エバートンにしてみますと
アーウィンを上げないことがある意味での守備の大きなポイントになると思いますね。始まって5分、まだ得点がありません両チーム。このアンズワースはまだ21歳、もう一人のセンターバック、5番のエバートン・ワトソンがベテランの33歳。そうですね、キャプテンですね。このアンズワースはかなり激しいプレイヤーですから、はい、ま、松木さんもかつて激しいプレイヤーで鳴らしましたが、松木さんの場合はサイドバックでした。そうですね、まあ、テクニックもありましたけども、うん、まあ、そういう評価は当時は少なかったですね。です、晩年になってからはあったようですが。しかしこういう試合ですとね、はい、そのマナーの部分も見てる人たちが見てますから ね、はい、これはもう最高の舞台ですから、やはりそういった面でも最高のプレーを期待したいですよね。ジョー・ロイル監督、今シーズンはエバートンは出だしでつまずきました。非常に苦しんで5月に入ってようやくプレミア残留が決定したほどでした。インス、そしてキーン、この辺りはマンチェスターのいいところですね。きちっとつないでいくという、まあ、それに対してエバートンの方はかなりこの辺をちゃんと分析して戦い方っていうのを考えてきていると思いますね。ブルースからインス、激しいですね。後ろから来たのはパーキンソン。このパーキンソンがエバートンのディフェンシブなプレーヤーですが、そうですね、松木さん、あの、はい、インスの場合はですね、ディフェンシブハーフというよりむしろ前でプレーするリベロみたいな感じでしょうかね。そうですね、どんどん出ていけるようなタイプですね、はい、しかもミドルシュートも正確で、はい、油の乗った27歳インス、開かせません。ネビルですね、ライドアウトから展開、これがやはりエバートンのいいところでしょう。フィンチクリフ、インス、うまいですね、体のひねり具合といい、はい、ホーンですね。リンパル、リンパル相当気合が入っていると見えて、選手が何度か同じチームメイト同士でぶつかるようなシーンもありましたが、そうですね、それだけやはりボールに対しての集中力というあるんでしょうね。ギグスが後ろに頬杖をついています。まだ両チーム得点はもちろんですが、このシュマイケルっていうゴールキーパーはキック力ありますからね。ありますね。はい、相手を崩してシュートといったシーンもありません。さあ、若いバットですね。今左サイドのシャープの動きがまだあまり見られませんが、むしろ右のこのバットとマクレア、はいね、はい、それからキンといったところのコンビネーションでしょうか、はい、アーウィンです。走らせてシャープ、あー、うまい、うまいですね。うまいというよりもその後のプレーが良かったですね。早かったですね。トラップからしますとそれほどいいトラップではなかったんですけど、これは計算づくじゃないんですか。うん、もっときちっと止めたかったと思いますね。なるほど、キッカーはシャープです。インスが近くにいて、キーンも近くにいます。そしてブルース・パリスターはちょっと下がり目で待っているはずですが、サーポストですね。インスです。インスですね。インスの前にブルースがいました。このマンチェスターユナイテッドの空中戦も、はい、インス、パリスター、ブルースと非常に強いですね。高いですよね。高くて強いですよね。
松木さんは空中戦あんまり見た印象がないんですが、いや、強かったですよ。強かったですか、はい、ポジショニングが良かったんですね。この押しのけるというのか、技でしょうね。技ですか、はい、まだ得点はありません。エバートンの方に非常に集中力があるように見えるんですが、そうですね、今のプレーも見てもかなりプレッシャー激しいですね。アーウィンに対するプレッシャー、リンパルですか、はい、マンチェスターはいつもですと左サイドからの攻撃が非常に優勢なんですが、今日は先ほどシャープへのボール、長いボールが1本あった程度でまだあまり目立ちません。むしろ右のバットですかね、はい、ファールですね。ゴールまではまだ30メーター以上あります。このちょうどペナルティーアークの先端がゴールから20メートルです。蹴るのはアーウィン。このアーウィンは強烈なシュートがフリーキックから繰り出せますが、直接狙うんですかね、この距離を。狙うんでしょうか、はい、壁3枚来ました。浮かしたが、もう今のプレーではそのフルパワーのシュートをしても相手ディフェンダーがたくさんいるということで可能性がないということで、ふわっと浮かしたわけですね、はい、これは今のはこう後ろに回る回転がかかってましたが、そうですね、チップキックといいまして、ボールの底を叩くような感じで、あの位置から前に回転がかかるようなボールを受けるのはかなり難しいんですか。そうですね、フルパワーで の, そのショットといいますか、それはなかなかあのポジションだと無理だと思いますね。時間も必要ですし、はい、ここですね、マクレアを使った、激しいですね。バットも絡んで、フリー流しますね、取りません、はい、日本だったら3回ぐらい笛が鳴ってるかもしれませんが。そうですね、やはり男のスポーツですからね、サッカーは。ジャクソンですね、実際にはゴール前のプレーはそれほど多くありませんが、こうした中盤のプレーの中で優劣が決まっていってしまう、はい、そうですね、やはり一つずつのプレーがその最後のフィニッシュへとつながっていくわけですね、リンパル、このスチュワートも24歳、これからの選手、空中戦は激しいですね。激しいです、はい、26番アンズワース、このサウスオールも36歳ウェールズの代表、はい、イギリスでは名の通った選手の一人ですね、はい、強いですね。ワトソン、キャプテン、キャプテンのワトソンがヒューズに対して肘が入ったんでしょうか、うん、ですかね、ヘディングが当たったんでしょうか、肘ですね、肘ですが、これは故意ではないようです、はい、やはりマーク・ヒューズのこのポスト役がすごく嫌なんでしょうね、あーー、はい、強引に来たがバット、そうですね、インス、インス、もう一つ、シャープ合いませんでした、です、ね、チャンスでしたけどもね、今のはボールに激しい回転がかかっていました、はい、後ろからの来るボールですから、それをダイレクトでボレーと、この後ですね、
これでくるくるボールが回っています。そうですね、これはなかなかミートするのは難しいですね。はい、しかしファンは今の場面ではきちっとミートしてもらいたいでしょうね。マンチェスターボールです。手を叩いたのは4番キャプテンのブルース。独特の歩き方ですよね。だいぶ体重もありそうですがね。そうですね、状態がかなり重そうな感じがしますけどもね。この ワトソンとヒューズのこの、はい、駆け引きですか。そうですね、競り合いっていうのはなかなか見応えありますよね。これもちょっと後ろからつついてみせました。アンズワース取りません、シャープ。アーミン久しぶりに上がってきました。激しいですね、流しますねレフリー。アーミンがここまで上がってきたのはこれ、まあ、この一連のプレーの中がおそらく初めてのように見えますが。そうですね、マンチェスターのチャンス。このスローイングをもらうその前の動きですね、はい、この駆け引きが、ま、なかなか面白いですよね。リンパルとシャープ、いいボール上がりましたね。バットでした。ブルース強いですね。そしてパリスタ、あ、こいつちょっと掴みましたね。リンパルとジャクソンが何か言ってましたが、これもチャンス。蹴るのはアーウィン。ファーを狙ってきた、ね、サウソール。キーン、嬉しいですね。いいタックルです。インス、すごいブーイングですね。ラインアウト、これもタックルきました。マンチェスターのディフェンダーはエバートンのフォワードに仕事をさせてませんね。今のところ振り向かされませんね。ライドアウトはそれらしい形でボールを取ったことがありません。倒されたのはバット、これも取りません。流してますねレフリー。ブルース、キーン、バット、そしてマクレア。マクレア、マンチェスターボール。このプレーから両チームのこの気迫っていうのは感じますね。そのボールを貯めてという暇はありませんよね。そうですね、やはりスピードですね。考えるスピード、走るスピード、すべてですね。いいヘディングですね。アービン、さあアービン行きますね。シャープ、これが一つの形、はい、とこれはホイッスル、ファールですね。パーキンソンの足を蹴ってしまいましたね。この位置からは2回目、ヒューズ
パレスラーも来ている。インス、いいボールですね。叩いた、アーブレットのインターセプトです。そしてヒンチクリフ、縦に対するボールのこのチェックっていうのは激しいですね。まだ両チーム得点ありません。20分、守備に対する意識が松木さん非常に強いですね。そうですね。これは前半の両チームの戦い方を考え方を示していると考えていいんですか。やはり勝ちたい、負けたくないという意識でしょうね。前半の失点は極力抑えた、はい、やはり選手点というのがこの大きな大会ではかなりを占めますから、やはりどちらのチームも選手点を取りたいと、また許さないというところじゃないですかね。うまいトラップですね。おブルースが右足の太ももの裏、ね、あの足の引きずり方、そうですね、肉離れ、軽い肉離れと言いますか、ちょっとピリッと音がしたんでしょうかね。松木さんも経験あります。ありますね。あそこはあの細かい筋肉なんかもありますんで、ええ、太い方は行くとあんまり怪我はないと思うんですけど、細かいところがね、あそうですか、痛んだりするんですね。マクレア、インスが出てきた。速攻ですね。ヒューズだ。ディフェンダー多いですね。4対2でしたね今。そしてこの正確性、そうですね、最後のところがちょっと正確性に欠けましたね。アーウィンでした。これブルースですが、この蹴った時ですね。そうですね、それほど無理なプレーには見えませんでしたけどね。33歳キャプテン、しかもセットプレーの得点源、そしてディフェンスの柱、ブルースの役割非常に大きいわけですが、ね、なおかつこのビッグゲームで、特にあの大黒柱が怪我でっていうのはチーム全体に与える指揮っていうんでしょうか。これは大きいと思いますね。エバートンのチャンス。さあこういう大きな大会ではこのセットプレーっていうのがね、はい、得点源になりますから。ハリスターです。ディンパル思い切って打ちましたね。ここは考え方としてはディフェンスラインの様子を見て一旦開いてくるという手もあったでしょうね。そうですね、確実に行くんであればやはり両サイド外からもう一度相手ディフェンダーを広げるということがセオリーとしてありますね。ブルースに対するケアのために来てるんでしょうが、まあ、あの映像だけからでは分かりにくいかと思いますが、だましだましでもできるような感じなんですか。そうですね、この考え方としては2つあると思うんですけども、そういった重要な選手を外すのがいいのか、それともこの怪我を持ちながらもこのビッグゲームで戦わせた方がいいのか、はい、その辺ですが問題だと思いますね。しかしその決断はブルース自身でもできるぐらいのキャリアはブルースにありますよね。そうですね。まだ両チーム得点ありません。ウェンブレーはどちらのホームでもありませんので、お客さんが分かれて声援を送っています。パーキンソン、いいですね、いいディフェンスです。シャープはオフサイド。オフサイドですね。残念そうですね。
このインスから始まる中盤の展開、はい、これがマンチェスターユナイテッドのある形を作るわけですが、どっちかというとあのキーンから始まってもそれほど、合理的にはつながっていかないように見えるんですが、そうですね、インスの嗅覚というのはちょっと違いますよね。インスのタイミングでしょうね、で自分としてもドリブルで入っていきます、はい、この両方をうまく使いますからね。ヒューズとワトソンですか。そうですね、エバートンの方はこのヒューズがいかに重要かということが分かってますね。アービンとリンパル、そのリンパル、いいボールですね。ライドアウトダメ、アービンのクリアです。ヒューズ、ほとんどダイレクトツータッチですね、はい、いいボールですね。抜けてきます、アービン戻ってきた、そしてキーン、アービンがいいタックルでしたね、いいクリアをしましたね。おっとこれは蹴った、ヒューズが蹴りました。やはり何度もやられてるんですよね、後ろから。ですからどうしてもああいった場面で出てしまうんですね、何かヒューズの胸の内が分かりそうな感じですが、はい、インパル、ジャクソン、ライドアウト、もう一度ジャクソン、こういった形ですとやはりエバートン、なかなかマンチェスターのディフェンスは崩せませんね。何を心がければいいですか。やはりその相手ディフェンダーが自分のゴールに向かって走っていくようなボールを何度も出すということでしょうね。ははは、インス、バット、おお激しいですね。アンズワース強いですね。アンズワース、アンズワース21歳、そして19番のバット20歳、これからのイギリスのサッカーを支えていく選手たち、はい、かなり激しい攻防でしたけどもね。松木さんが激しいっていうわけですから相当激しいってことになりますよね。ただ両選手とも痛い顔一つせず、次のプレーへ進むっていうのはなんとなく男のスポーツという感じしますよね。そう言われれば倒れて起き上がらない選手っていませんね、はい、倒れてる暇があったらディフェンスに回れというような感じでしょうか。そうですね、やはりイングランドサッカーのこのタフさといいますかね、その辺を表してますよね。こういうプレーの中で弱々しくないところが見ている男たちの共感を誘うはずですが、はい、流しますねレフリー。リンパットインス、ジャクソンから、今プレッシャーがかかりましたね。はい、そうですね、その分やはり正確なパスができなかったというですね。ネビルが上がってきた、来ましたね、キーン、ヒューズ、クサビ、もう一度キーン、マクレア、インス、リンパルが行った、さあ速攻ですね、リンパル、リンパル、ジャクソンオーバーラップしてきましたね。ジャクソンだ、ライドアウト中央です、スチュワート、ライドアウト、
素晴らしい速攻からでしたね。エバートンのペナルティーエリアの前の攻防から始まったプレーです。リンパルのトップスピードに乗ったドリブルでしたね、はい、ここのジャクソンがうまかったですね。もうすべて引きつけて逆サイドへ、まあ、本当でしたらここで決まってなきゃいけないんでしょうけどですがね、はい、中に入って残っていたのはブルース。シュマイケル振り回された挙句にここは一旦クロスバー、はい、落ち着いて決めましたね。アーウィンが戻りましたがダメ。ブルースは足が痛かったことも関係あるか、まあ、しかしタイミング外されていました。もうゴールキーパーの方はその前のタイミングで勝負をかけてますから、もう最後はしょうがないですね。なかなか難しいと思いますね。いや、いい攻撃でしたね今のは。前半の30分にエバートンが1点を取って、またマンチェスターのベンチ動き始めました。ライドアウトのシュート。前半はとにかく両チームとも、まあ、0-0 でいければというふうな気持ちがどこかにあったかと思いますけれども、はい、エバートンが1点を取った、これが全体の流れにどういう影響を残しましょうか。そうですね、やはりかなりディフェンシブといいますか、マンチェスターに対する意識というのは高かったと思うんですね、はい、強いという意識です、ね、ですからかなり各選手ディフェンシブなイメージを持ってこのゲームに入っていると思いますから、はい、この1点というのは貴重だと思いますね。エバートンが先に1点を取ったことでゲームに対する与える影響は非常に大きいと。そうですね、逆にもっと面白くなると思います、ね、なるほどね。一旦バーに当たった時のベンチの様子、その後ライドアウトが押し込んだ時の様子、天国と地獄のようですね。やはりこれぐらいの決勝戦になりますと両チームともやはり失点が嫌ですので、ええ、その遅攻に対してのですね、遅い攻めに対してのディフェンスというのはきちっとできると思うんですよ、はい、ですけども速攻に対するディフェンスというのはどうしてもフリーな選手が出てきますから、ええ、両チームともチャンスを作るならやはり速攻の形が一番チャンスが作りやすいと思いますね。今のシュマイケルのキャッチングもなかなか見事でした。安定しているゴールキーパーですよね。アブレット、左のサイドバックです。ヒューズ、インス、そしてリンパル、まあですね、またリンパルです。さあスピードに乗ってますよ、また、まあ、いいスルーパスだ。コースを消しに来たのはパリスター。スウェーデンの代表で言いますと、このリンパルに呼応するのは長身のケネット・アンデションですとか、あるいはダーリンとか、はい、ブロリンとか素晴らしい選手が揃っていますが、そうですね、そうしたパワーとスピードと高さのある代表チームの中で生まれたリンパルですね、はい、またインスです。距離35メートル。ブルースは足を痛めてますが、もうあの走りっぷりからしますと大丈夫ですね。そしてバット、バット。ブルースは途中で足を痛めていますが、すごいがっちりしてますね、アンズワース。1対0とエバートンリード。先ほどマンチェスターの選手が少しウォームアップをまた再開しましたが、はい、ここで監督が考える選手起用というのは、そのまあ後半も見据えた上ではですね、はい、どういう展望になるんですか。やはりこういった大会はもう後がありませんから、ええ、
早い時間帯に1点を返すということが大事だと思うんですね。早い時間帯、はい、ということはできれば前半からもう点をもちろん取りたいと思いますね、はい、あとは先ほどブルースですか、4番のブルース、彼のその怪我の状態ですね、先ほどの失点シーンでも、ジャンプできたんじゃないかというような判断をしているのかもしれませんね。なるほど。ここまでのマンチェスターの攻めを見てますと、ニッキーバットが右サイドで、まあ、たびたびミドルシュートを放ってますが、はい、その他崩してシュートというような形にはなかなか至ってないです ね。やはりこのパスを回す時間帯が長いですから、先ほども言いましたようにその速攻の形がなかなか作れないわけですね。キーン、この時点ではもうディフェンスが、はい、エバートンの方のディフェンスがきちっと組織されてますね。バット、そうですね、ブルースも上がってきた、ホーンズ落ち着いてますね、やはり1点取ってるという余裕なんでしょうか、マンチェスターボールです。インパからシュートはスチュワート、スチュワートですかね。素晴らしいディフェンスからの速攻でしたね。このボールは取った後ですが、はい、素晴らしいボールでしたね。戻ってきたのはアーウィン、はい、マクレア、インス、アーウィン、シャープ、これもリンパディフェンスですね。今まで左にいたかと思えば今度は右サイドということ、素晴らしい運動量ですよね。しかもその走ってることがみんないいプレーにつながっているというんでしょうか、はい、無駄な走りをしないというのか、合理的な運動量といいますかね。ヒューズがファーサイドでした。センターバックキャプテンのマッソン、ネビル、シャープには届かない、そしてブルース、まだブルースは大勝負みたいですね。そうですね、先ほどのリンパルの好ディフェンス、それから得点に絡むところのリンパル、あれいずれもインス絡みじゃありませんでした。そうですね、あそこからの その、あそこに対するディフェンスから始まってますね。あ、インスが取ったらすぐ行くというふうな何かあるんでしょうかね。そうですね、やはり彼に仕事をさせないというのが一つポイントなのかもしれませんね。しかもインスが上がっているということはディフェンシブハーフが上がっているということですよね、はい、1対0とエバートンが前半の30分ライドアウトのヘディングで先制しています。インスが来た、ヒューズとマクレア、キーン、そうですね、外からのがいいですね。ネビル、バット、パーキンソン、ベンチクリフ、ライドアウト、ほとんどいい展開ですね。ワンタッチですが、またリンパルとスチュアートですね。コースを消しました、パリスター、いいディフェンスでしたね。コーナーキックです。やはりエバートンの攻撃に対して、毎回マンチェスターのディフェンダーは数が少ないですよね、はい、それに対しましてマンチェスターの攻撃に対してはエバートンのゴール前というのがディフェンスが多いですね。ディフェンスが多いということで、その辺の違いですね。ファンへ、
いいですね、ダイレクトで。ヒンチクリフ、ジャクソン、もう一度コーナーです。今ジャクソンシュートというよりかはクロスボールを上げた感じですね、はい、残りあと5分、激しいですね今度はニアだ、バットのクリアです。マクレア、バット、ヒューズ、向こう側にアーウィン、マンチェスターのディフェンスに入っている選手たち。ニアです。ですね、早くてそのカーブのかかったボール、それもゴールに向かってのボールですからね。これはディフェンダー、ゴールキーパーすごく嫌なボールですね。バットの頭に最後当たってるようですけどね。FA カップの決勝戦、マンチェスターが勝てば優勝回数では群を抜いて単独トップに出ます。そうですね、まあ、回数とか連続で勝つとかダブルクラウンとかそういったものは後からついてくるものです。とにかく勝つことですね。そうですね、このゲームに全てをかけるというか、はい、もう前半残り時間がなくなってきました。ブルースシャープ、またスチュアート、これですね、今の場面でも、やはりマンチェスターのディフェンダーが自分のゴールに向かって走らなければいけない、ああいったパスが多いですね、やはりエバートンの方が。両チームのディフェンスの最終ラインを見てると、はい、マンチェスターの方が非常に高いですよね、はい、やはりそれだけ攻め上がれることができるんですね、キーンとヒンチクリフ、それに対して攻めることで自分たちのスペースを与えてしまうと。ニアです。マクレアのクリアでもう一度ジャクソンがいます。ライドアウトがいます。そしてアブレットがいます。ショートコーナーからリンパル、リンパル、パリスター、ミドルシュートはスルーパスにした。ここは反応がありませんでした。そうですね、ちょっと大きかったですね。しかしあのこぼれ球をエバートンがきちっと拾ってますんでね、やはりエバートンこの1点、この気持ちが大きくなってるんでしょうね、各選手。しかもマンチェスターに崩されていないという自信もあろうかと思いますが、はい、松木さんがエバートンの監督であるならば、はい、ここまでは文句なしですか。そうですね、やはりあとは気をつけなきゃいけないのはそのくさびに対するといいますか、縦に対するその縦のボールに対するチェックが激しいですから、やはり不用意なファール、はい、その辺を気をつけろと、その程度じゃないでしょうかね。特にゴール前近いところですね。そうですね、パリスターからアーウィンです。アーウィンは 2,3 回上がった程度、また久しぶりにアーウィン上がってきました。そのアーウィンへのボール残してパーキンソン、今の場面ではシュートじゃないでしょうかね。やはりサッカーという競技はそのパスゲームですけども、そのパスだけでは得点は取れませんが、やはりフィニッシュというものをきちっと目的意識を持ってパスを回すと、これが大事じゃないかなと思いますけど。
のケースもアービンが走り込んでいったときに相手のディフェンスが門になっていただけに、はい、打ってもよかったんじゃないかという話ですね。そうですね、ペナルティの中ですから、はい、ブルースキーンからアービンパリスター、ここからですね、右を使うか、いいボールですね、スルーパスだ、バット出てきた、長い、ちょっと長かった。さあペナルティーエリアの中でちょっともつれましたが、そうですね、やはり今バットが入りたいコースへ、ここですね、ディフェンダーがスルーパスですが、アブレットが絡んできたんですが、まあ、はい、もう精一杯のところでギリギリですね、ファール、ギリギリのプレーですけどね、どちらが先に手を絡ませたかよく分かりませんけれども、はい、結果的にはしかし今日のレフリーではこれ取ってくれないのはもう明明白々ですよね。そうですね、この今までのジャジングを見てますとかなり流しますよね。でしたね、ちょっとパスが、この5番のシャープの働きがもう一つに感じましたが、今ホイッスルが鳴ってこれで前半の終了。結局エバートンが前半の30分の1点先制点をそのまま動かすことなくハーフタイムに入ることになりました。マンチェスターはさどういう修正をしてくるでしょうか。1対0エバートンリードです。ではハイライトです。まず2分のシャープのシュートから、あ、寄せられましたね、マーク・ヒューズからのパスをクロスと、これはサッカーで本当に見てて迫力のあるシーンの一つですよね。そして30分、ここでリンパル、このスピードに乗ったドリブルはもう見応えありますね。これ3対2、左も入れますと4対2でした、はい、そうですね、普通でしたらここでシュートなんですけども、逆サイドへ確実に振ってキーパーを、キーパーの確率を少なくしたんですね。ここです、ここでほとんど 60% のゴールは決まってましたね。アービンが行きますが中にいたブルースも何もできず、はい、ここでもうキーパーは勝負かけてますからね、はい、この後なかなか顔出すのは大変だと思いますけども、なんとかブルースにしてもらいたかったっていうところじゃないでしょうかね、そして37分のスチュワート、これまたリンパルから、これはいいパスでしたね。ここはしかし防ぎました。それにしてもリンパルの活躍目立った前半のエバートンの攻撃でした。後半開始、その笛の鳴る前にギグスが出てきました。ギグスを入れてさ、交代するのは松木さん、前半で怪我をしたブルースなのか、それとも前の方を動かすのかですけどね。そうですね、この人は左サイドのプレーヤー、左のウィンガータイプのプレーヤーで、あ、ブルースと変えるんですね。そうですね、結局ブルースですね。ということはモモがあんまり良くなかったんでしょうね。ですね、はい、そしてセンターバック少し、そうですね、どういった形になるのか、移動があるはずですが、はい、試合の展開とともに見てみましょう。やはりマンチェスターとしては早い時間帯に行ってほしいと、追いつきたいということでしょうね、はい、インスからこれがキーンです。エバートンのメンバーです。サウスオール、ジャクソン、ワッツォン、アンズワースのセンターバックがよく効いています。アブレットは左のサイドバック、リンパルが非常に攻撃にいい形で絡んできました。
ヒューズは相変わらずカッカカッカつけてきます。そうですね、今ユニフォームを引っ張られたとレフリーにアピールしてましたけどもね。前半の30分にエバートンが1点を取って迎えている後半、マンチェスターの方はシュマイケル、ネビルが右、アーウィンが左、パリスターと前半はブルースでしたが、どうやら16番のキーンが右のサイドバックに下がって、27番ネビル、右のサイドバックだったネビルが中に入ったようです。ギグス、そしてバット、チャンスでしたけどもね。左のギグスがすぐに仕事をしてくれて、はい、前半からよく飛び込んでいったバット、ここもう一つ切り返せなかったか、あるいは浮かせられなかったか、ね、なかなか難しいプレーでしたね。ファーです。パリスターですね。アービン、ギグスを使ってアービンの上がり、素晴らしいワンツーでしたね。やはりギグスが入って、ギグスの良さっていうのが本当に最初から出てますね。出てますね、はい、シャープよりもギグスの方が切れているという感じですが、はい、ウェールズ代表のギグスが入って、変わってきたマンチェスターユナイテッド、このバットはどちらかというと割にまだ若い分、はい、淡白な攻撃ですよね。そうですね、今のシュートシーン見てもちょっと若さを感じますよね、はい、まあしかしこうしてプレミアで、あるいは FA カップで戦っているうちに経験を積んで、すごいプレイヤーになってくるんでしょうが、ネビル、このネビルが途中からセンターに入ってきています。アレックス・ファーガソン監督は後半開始早々にギグスを入れることで戦術的な交代、怪我の交代という両方をやってのけました。ちょっと心配そうでしたね、ブルースも。ブルースが下がったということで、セットプレーからのブルースの得点源というのはなくなったわけですから、はい、そうですね、何パーセントかは少なくなったと。今度は実際のフィールドからのシュートで得点を取りたいということになるでしょうね。そうですね、パリスターはここに残っています。そしてアーミン、27番がちょっと映りましたが、ネビルがブルースの位置に入って、そのネビルがいた右サイドに16番のキーンが入っています。ディフェンスいいですね、コンパクトで。ヒューズがなかなか思ったような仕事ができません。今のトラップもそれほど悪いトラップじゃないんですけども、もう本当に少しのミスでも許さない、このエバートのディフェンス素晴らしいですね。もうすぐプレッシャーが来ています。シャープ、2人がかり、23歳のジャクソン、マクレア、あっと低いボールでした。今のボールを大事にしたいですね。アーウィンが2つミスとこうミスをするシーンがありますが、はい、
スでしたね。シャープ3人います。オブストラクションを取りました。エバートンの方も選手を変えるような雰囲気、足ですよね、引きずってますね、はい、先ほどのタックルと言いますか、そしてスコットランド代表のダンカン・ファーガソン、ファーガソン入りますね、高額な移籍金で入ってきたこのダンカン・ファーガソン、また松木さん、はい、もうちょっとグーッと見たくなるような選手が入ってきましたね。ライドアウトが出てダンカン・ファーガソン23歳、あ、やっぱりだいぶふくらはぎすねでしょう、ですね、どうも見てるとあの砂当てをつけてない選手は何人かいるんですよね。そうですね、どうなんでしょうね、この辺のレフリーといいますか、レフリーの判断というのはどうなんでしょうか。これだけ激しくてすね当てがないっていうのは何か今の時代で昔はよくありましたけどね、はい、松木さんの頃も流行りでそのすね当てつけないみたいな時ありませんでしたか、はい、そうですね、ストッキングも下げてという、ありましたね。ミドルシュート、今ですともうこれすね当てをやらないと一応その警告の対象にはなると思うんですけども、はい、その辺がちょっとはっきりしませんけども、今のボレーシュートはなかなか難しいですよね、なかなか膝を畳んでシュートを打つっていうのは難しいプレーですね。今の今日は赤いジャージを着ているサポーターはほとんど黙った状態ばかり、アンズバース、今日のヒューズはしかしイライラ溜まってるでしょうね。そうですね、後ろからもやられ自分の思うようにいかないということで、まあ、これはストライカーの宿命ですけどもね、これはしかしあのディフェンダーにとってみたら非常に快感、はい、そうですね、その彼がイライラすればするほど、ディフェンダーはにんまりと笑ってるんじゃないですか。なるほど、ということは松木さんもかつて相手がイライラしてくると非常に嬉しかったわけですねなんか性格悪そうですねまあ、大きな役割ですから、仕事ですから ね、はい、相手を精神的にイライラさせることも役割、キーンです、キーンですね、コーナーを取りました。このキーンという選手もまだ23歳、アイルランド代表ですが非常にパワフルなんですが、はい、そのさあ、ホイスになりました。もう少し経験を積んでくるとどういうんでしょうかね、その相手の裏をかけるというんでしょう、はい、そうですね、まだどちらかというと直線的な感じがします、はい、駆け引きをもっと使える選手になるんじゃないでしょうかね、やはりこの今のそのフリーキックの取り方をレフリーの取り方を見ますと、やはりゴールエリア、ペナルティエリア内でのファールに対してはかなり厳しいですね、厳しい、はい、ちょっとした接触プレーもファールに相当するものは吹いてしまう、はい、そうですね、やはり流れを止めないための普通のフィールドのそのペナルティエリア外ではかなり流してますけどね、ヒューズ、ヒューズとアンズバース、すごいですね、こと、はい、も投げに分かれましたが、ここは本当にファールを取られてもおかしくないような両選手ですよね、
お互いこういうものだと分かってるわけですね。そうですね、また倒れないっていうのがいいですホーンも渋いんですがいい仕事をしています。こういった激しいプレーを見てますと倒れるのが何かこう恥ずかしいプレーのような、思いますよ ね、 そうですね。また思ってほしいですね。ホイッスル。若いバットが今日は奔放に動いていますが、はい、まだ少し枠にシュートが飛んでないというか。そうですね、チャンス何度かありましたけども。ギグスです。キーン、いいボールですね。ミドルシュート、ダイレクトボレー、バットですね。ちょっとバランス崩れましたか。そうですね、あとアウトにかかったシュートになってしまいましたね、はい、ですから上、おっとマツキさんは確かボレーシュート得意だったですよね、はい、そうですね、あのちょっと落ちるような、はい、これはボレーシュートが得意な選手というのはもうここで打ちたいっていうタイミング、やはりミートですよね、ミートを心がけるっていうのがいいんじゃないですかね、うん、ギグスにちょっと合いません、うん、その後のプレーでホイッスルでしょうか。そうですね、おっととこれはインスが後ろからのチャージ、あーそうですね、スチュアートに対するファールです。少し後半に入ってインスが攻撃に絡むというよりディフェンスを意識しているような動きに見えるんですが、やはりもう失点は許せないというところでしょうね、うん、ということはギグスが入ったこともあり、はい、むしろインスの方はディフェンシブな気持ちをバランスとして増やしているということでしょうか。そうですね、むしろ外から その攻撃を生かして、で後から飛び込むと。なるほど、少しスペースを作ったところに入り込むという攻めじゃないでしょうかね。つまらないミスでしたね。ところがインスを引っ張りましたスチュワート。先ほどから局面ではこの同じ8番同士、赤いインスと青いスチュワートの戦いが続いています。出てきました。これはすごいですね。疑惑のプレーですが取りませんでした。勇気のあるプレーですよね。キーン、ここからですね、ここからなかなかマンチェスターは崩せないんですね。追われて追われて下がって下がって、かろうじて、そうですね、技はありませんがキーン、はい、スローインを取りました。いいディフェンスですね。マクレアダメでした。ホームも落ち着いてパス。スチュワートとインス。ファーガソンのくさび。もったいない。そうですね。裏へ出させません。今のようなプレーの時にですね、マンチェスターは大事に外側を使っていきたいですよね。これも入ったのはインス。バ
です。さあ、キグス、やはりフォローがないですね。ないですね、はい、あれだけディフェンスに囲まれた中を一人で突破っていうのはなかなか難しいと思いますんでね。スチュワート。シャープな振りでいいシュートですね、足元巧み。6番のパリスターがかかってきましたが、それの後バランスを崩さず、はい、ハイボールを送り込んできました。ヒンチクリフのコーナーキックです。ダッチラインを割ったんですね、はい、蹴った後ボールが曲がって、さあ先ほどのプレーですね。今のもファーガソンが落ちてくるボールをそのままこう、はい、ダイレクトでセンタリング、ね、センタリングというよりもむしろシュートを狙ったと思うんですけど、ね、あれシュートですか、はい、ただですね。あ、なるほど、はい、あれはあの先ほどのマクレアーと同じように回転がかかってちょっと難しい感じですよね。そうですね、ただ少しそのボールのスピードが弱かったですから、先ほどと比べれば今のボールの方が楽だと思います。まだ楽ですか、はい、シャープ、前半左サイドのウィンガー的なプレーをしていた5番のシャープ、ファーガソンです。前がネビル、いいですねこのサポートが。キーンがかかっていく、選手戻ってきます。ここでサイドチェンジですね。さあもうスローダウンに入ってますから、これは大事にということですね。スチュワート、ベンチクリフ、バット抜かれた、シュマイケル、フィスティングですね。マクレア、バット、いいですね、いい展開です。サイドを使ってきた、はい、放り込んでくる、ちょっとその後手に当たったようにも見えましたが、これも取ることはありません、やはり前半にはこの攻撃はなかったですね、ですねマンチェスター。あそこで一度左サイドを使ったのが結果的にはこういう結果になってきました ね、はい、バットからのその展開ですね。スルー、もうあのたった一つのプレーの中でですね、これですね、マクレアが行きますが、はい、う残念でしょうねやはり先ほどの一つの場面でですね、このサッカーのすべてがこう入っていたと、うん、ドリブルがあって、展開があって、そして最後のフィニッシュがあるということ、はい、この辺がサッカーの面白さですよね。いいですね、ダイレクトタッチの、ちょっと膝の上だったでしょうか、はい、ホーン、ファーガソン、いいボールですね、難しいんですけどもね、まあ今、うん、パーキンソン突っ込んできました。松木さん、少しリンパルが目立たなくなってきましたか、はい、そうですね、ちょっと消えてますね。逆にマンチェスターのそのマークがですね、きつくなったのかもしれませんね、前半のプレーからして。
クレア。強引な突破出してるけどね。いかにもキーンらしい、はい、松木さん、しかしこういうキーンみたいなプレーは好きなんじゃないですか。そう、もうちょっとね、もうちょっとですか。もうちょっとあれですね、気の利いたプレーが欲しいです。なかなか監督は注文が多いようですが、はい、うまく体を使う。このファーガソンは23歳ですが、なかなかどうして経験豊かな感じを見ているのに抱かせます。プレーもしないからですよね、しなやかでひ弱っていうのはよくありますけどね。そうですね、しなやかで強いですね。あ、出てきましたね、久々にリンパということは、アーウィンがかなりついてき始めてるということなんでしょうか。後半に入って、そうでしょうね、かなりマークがきつくなってると思います。ですね、ダイレクトでつないでいきます、はい、行きましたね、キンチクリフ。ちょっとマンチェスターの方 その中盤からディフェンスにかけて のプレッシャーといいますか、ね、マークが少し甘くなってきたようですね。その原因はどこに、やはりブルースが抜けた穴といいますか、そこに入ってくる選手がなかなかそのうまく機能してないということもあると思いますね。とやはり1点欲しいということで、どうしても選手がその攻撃の気持ちを前にいきますね、はい、いいですね、素晴らしいタックルですね。インス、ギグスが行きます。ヘディングシュート、もう一つ、マクレアのヘディングシュートは際どいところへ飛びましたが、サウスオール、その前にギグスがよく粘って、この後、ね、はい、ジャクソンを切り返して、もうキーパーはもう精一杯のところまで手を伸ばしましたけど、ね、この段階ではもしシュートを枠に打たれたら取れないところです。そうですね、もう1点のシーンでしたね。その前のギグスがタッチライン際よく粘って、その後ジャクソンを切り返してというところから始まりました、はい、アモカチを入れてきます。そして17番ですから、リンパル、はい、前半の功労者リンパルを外してアモカチを入れてくるナイジェリア代表。やはりあれだけの運動量を前半から飛ばしてましたからね、やはりこの交代はいいと思いますね。セミファイナルの功労者アモカチ、バット、ネビル、もう一度ファリスター、ここからですね。アモカチが、はい、右の前で左にファーガソンでしょうか。そうですね、むしろそのワントップのような形ですね。アモカチのワントップですか、はい、やはり中盤を厚くするという、はい、そういった形でしょうかね。ここにいる今ブルーの対しているのがファーガソンです。アーウィン、これはジャクソンに対するファールですね。ファールですね、シャープが吹かれました。依然として得点は1対0のまま、残りあと20分、
まだしかし同点に追いつくには十分に時間があります。もう十分ですね。十分ですね、はい、スコールズを投入する構えのようですが、アブレットインス、裏を使ってくる、いいボールですね。前をコースケされましたジャクソン、コーナーキックです。またパリスター上がってきました。たびたびセットプレーで得点を挙げているマンチェスターユナイテッド、ショートコーナー、ミドルシュート、シャープも今日はゴールに向かう姿勢はよく見せています。そうですね、交代ですね。ここで変えます。スコールズ、下げるのはシャープですね。シャープですか、はい、まだ20歳のスコールズ、はい、若いですね。この若い力に期待をするという、若い力、はい、松木さん、こういったリードされている試合の中に入れる選手、はい、まあ、この戦いの場合に言いますと、もうリザーブの選手がこの選手しかいないわけですけれども、はい、そうですね、若い選手とベテランの選手とそれぞれ持ち味は違いますよね。そうですね、やはり若い選手のいいところっていうのはもう短時間といいますか、その与えられたチャンスをですね、精一杯生かせるかどうかと、うん、やはり若い選手っていうのはもう爆発的な力を出しますので、はい、計算が立たないというぐらい力を出しますので、なるほど、その辺がいいところでしょうね。ーー逆にベテランはゲームを落ち着かせるとか、むしろ勝ってる状況なんかではすごくベテランの味っていうのは出しますね。はは、バットが少し足を痛めました。ポジションがシャープが外れたところに入ってくるかどうか、スコールズ。シャープは左サイドでしたが、左の最初のシャープのポジションにはこのギグスが入って、はい、右からは今足を痛めていたバットがなかなか攻撃的です。やはりマンチェスターの方はボールをそのパスする相手を探すシーンというのは本当に目立ちますよね、それだけフリーな選手がいないんでしょうね。まだ得点1対0、エバートンリード。いいディフェンスですね、ジャクソンも勝ち。ファーガソン、アブレット、そしてヒンチクリフも勝ち。何かこう肉体的能力を全て発揮しているという感じですね、今のプレーは。ギグス、中盤が空いてきましたね。空いてきましたね、はい、ファーガソン、ここはやはり1点リードということで無理はしません。やはり自分たちのボールにしておきたいんですね。もう一度ヒンチクリフ、
前にいるのはバット、このバットあんまりディフェンスは得意じゃない。ホーンキープですね。これマンチェスタープレッシャーかけないと、バーッグッドセーブですね今のキーパー。リプレイです。普通のシーンですとキーパーがどうだと言って向こうのセンターフォワードが倒れてるケースが多いんですけど、今の場合は逆でしたね。それこそしなやかでひ弱でない典型ですね。頼もしいですよね。さあ、いい感じだった。コールズの変わったばかりのいい形からのシュート、ダブルで止めてきました。これは素晴らしいプレーでしたね。サウスウォールキーパー、このプレーは素晴らしかったですよね。ここはいいスペースに来て、これ1回2回ですね。これもですもんね。もう自分の後ろには絶対ボールは行かさないというそういう気迫が出てますよね。ギグス決定的なチャンスでしたけどもね。カントナですね。これはもうチャンスのシーンですね。若い力を入れて投入して、若い力でチャンスを作ったんですけども、最後にその若さが出てしまいましたね。あそこはあの一度跳ね返されたリバウンド、もうキーパー倒れてますから、もう少し冷静でも良かったんですか。はい、そうですね。ただあのシーンで冷静になれというのは無理だと思いますけどね。彼のこれから の, そのサッカー人生があのシーンが一つ基準になってですね、その経験としていいプレーが次に生まれてくるんじゃないでしょうかね。エバートンの方のこのディフェンスはですね、全体的なディフェンスのこの集中力っていうのは切れませんね。それこそマンチェスターのパスが3つつながるというシーンがそれほど多くありません。はい、このこぼれ球に対してのその爪ですね。はい、タッチ終わりました。つまらないミスは避けるということで、今のようにディフェンダーもクリアするときはもう精一杯大きくしておりますね。それからチャンスでも慌てて攻めないで、ボールを取られてカウンターを受けるようなことはないようにってことですよね。そうですね。ですから相手陣内ゴール前まで押し込んだときにですね、その時のそのパスワークといいますか、確実なパスワークというものをかなり意識してますね。ディフェンス光ります。サッカーは単純なスポーツですから、相手のボールを奪って自分たちのボールになった時は攻めると、それだけですから。80分を回りました。残りあと10分。ギグス、インス。今はコーナーに逃げようとしたところ、サウスウォールが気を利かして
タッチでした。はい、いや今のインスのニアのあのダイビングヘッド素晴らしかったですね。ただディフェンダーもちゃんといましたからね。うわーっとスコールズからパリスター、はい、サウスウォールまたグッドセーブですね。いや今のも入っておかしくないプレーです。あの体の上半身ごとひねりながら、ね、これは難しいシュートですけども、その後のその爪もちゃんと入ってますからね。キーパーがちょっとでもファンブルすれば1点と。ギグスちょっと大きいですね。ギグスがだいぶそのウィンガーに徹してきましたか。そうですね、左サイド、はい、あそこが起点になっての攻撃っていうのはいくつも見られます。先ほどのスーツからなかなか練習でも出ないようなファインセーブです。そうですね、まだ分かりませんねこれ。そうですね、もうマンチェスターの方は決定的なチャンスがいくつか見えてきましたんで、この一番辛い時間帯でしょうね両チーム。もうリスクは犯しませんね、エバートンの方は。はい、うわ見せますね。うちょっとトラップが大きかったですね。ファーガソン、ファーガソンとアモカチがいるということでマンチェスターのディフェンダーも気を抜けませんね。そうですね、やはりその辺の意図も含めての彼の投入ということなんでしょうか。そうですね、相手ディフェンダーに少しでも気を取らせると言いますかね。キーンバット、これ見てください、エバートンのゴール前 の、 そのディフェンダーの数を。インスが入った、アモカチ、アーミー戻る、そうですね、逆サイドいい展開です。ファーガソンとパリスター、おっと滑ってしまいましたね。との関係もありましょうが、こうしてファーガソンとアモカチが前にいることでディフェンスがその後ろに意識が残る、はい、前は攻めたい、当然真ん中空いてきます ね、 そうですね。あとは運動量この時間帯に なりますとかなり疲れが出てますからね、その辺が中盤が空いてしまいますね。と逆に前の方にかかった選手がディフェンスに戻ってくるとますます疲労、はい、長い距離を走らなきゃいけませんからね、はい、インス、うーっとギグス空振り、ボビー・チャールトンですね。かつてのこのチームのプレイヤーです。本当にファンを楽しませてくれましたよね。残り時間があと5分、あ、イエローカードが出ます。そうですね、今のは本当に悪質なファールということで、今日初めてネビルにイエローカード、ホーンがこの切り返しをしたところですね、まあ、疲れてきますとあそこでもう体が止まらないんですよね、ディフェンスの方も。
爪を噛むお客さんまで出てきましたね。これはホーンが後ろからインスに、あ、これも出ました、はい、何しろ格の高い FA のカップの決勝戦です、はい、ですね、これは大変なゲームですよ、ビッグゲームですね。エバートンの方は本当にこの勝つということに対して の、 その集中力というのは高いです ね、 高いですね。もう仕事がはっきりしてきましたね。長いボールで前に送ってボールを回して時間を費やす、はい、そうですね。ですから今のようなミスですと本当にエバートンとしては楽ですよね、はい、シュマイケルが非常に前に上がってきました。そして中盤のディフェンス、いいですね。全部クリアですね、ディフェンスは。松木さん、こういう試合になってくると、はい、頼りになるのは気合の入るやつですか。そうですね、やはり一番いいのはですね、このチーム自体がですね、この一つの目標に向かって同じ仕事をしていると、はい、それにはこの気合の入った選手が一人でも多い方がいいでしょうね。ということは技術よりもむしろここは続くこう心の気持ちの持てる選手ということになりますか。やはり精神的にこう強い選手というのはこういう場面でいい仕事をできますね。おー、シマイケル曲がってきた、来ましたね、勝負をかけてきた。今の場面で の、 その逆にエバートンの攻撃がね、はい、見たかったですけどもね。残り時間があと2分を切りました。1対0とエバートンリードのまま終盤大詰め。パリスタ、バット、バットからヒューズですね。このバットがあまり上がらなくなってディフェンスの方にちょっとこう気持ちがかかって、はい、やはりエバートンの方ですね、ディフェンスラインが本当にしっかりと守ってますからね、はい、これなかなかね崩すのは難しいと思いますね。カメラが右の方に行きますとちゃんと4人ライン作ってますね、はい、早く行けというシマイケル。流してきたヒューズ、前半はたびたび上がる機会があった2番のジャクソンですが、もうすっかり自分のそうですねディフェンスゾーンに張り付いています。ロングスローだ、シュマイケル、このキーパーの気持ちを表してますよね、さあロサンに入りました、裏へ、おっとキーパー、おー、この判断いかがですか。そうですね、ちょっと危ないかなと思いましたけども、やはりあれだけ相手側のですね、シュマイケルがあれだけアピールしてますからね、やはりこっちのゴールキーパーも、なるほど俺だってというそういうようなプレーですよね。なるほどなるほど、はい、しかしあのちょっと下までまたマンチェスターの気持ちがこう緩む可能性もあるわけですが、はい、ギグス相当強引、
コーン、やはりコーナーです。そうですね、この時のこのマンチェスターの選手の心境っていうのは、必ずもう一回チャンスが来る、必ずもう一回来ると、それを信じて戦ってるわけですね。またシュマイケル上がってきた。おっ、キーパーいませんよ。キーパーはいません。転がすだけでもシュマイケルは出てきませんね。出てきません、戻ってきませんね。あ、シュマイケル歩いてますね。ここで笛、エバートン優勝1対0。84年のタイトル以来、久々に取りましたエバートン。マンチェスターユナイテッドを1対0と下して5回目の優勝です。完璧に近いですか。そうですね、やはり戦い方としては完璧だったと思いますね。後半に入ってからマンチェスター決して悪い攻めじゃなかったと思いますがね。そうですね、むしろ前半よりも後半の方が外からの攻め、はい、決定的なチャンスは多かったと思います。ではその後半振り返ってみましょう。マクレア、ここに来ます。これもいいヘディングでしたけどもね。からマクレア、このジャクソンを切り返してディフェンダーに当たったボール、はい、あれ触ってないと入ってる可能性が。そうですね、どうでしょうか。76分スコールズです。ここはスコールズ入ったばかりでした、はい、いいスルーパスからもう一つ、はい、ちょっと若さが出ましたね。思わず顔を追って、このパスが最高でしたね、はい、ディフェンダーの人垣を抜けてきたパス、ここで決めてればスコールズの人生はあるいは変わってたかもしれない。そうですね、よく反応してますね。そしてアリスターです。スコールズから、これもいいセンタリングからのヘディングでしたけども、またサウスオール素晴らしい反応を見せましたね。このヘディングの後の爪もしっかりと入ってますからね。さあ結局1対0エバートン優勝、価値ある。そうですね、素晴らしいゲームでしたね。まあ、しかしまたこれから先のシーズンに向かって、はい、マンチェスターも次のまた目標が出ました、できましたからね。若い選手たくさんいますし、はい、解説は松木安太郎さんでした。どうもありがとうございました。ワールドサッカー、今日は FA カップの決勝戦、エバートン対マンチェスターユナイテッドの試合をお送りしました。次の BS ワールドサッカーはブンデスリーガの第29節ベルダーブレーメン対ボルシアドルトムントの試合をお送りします。どうぞお楽しみに。